皆さんこんにちは。ゆっくりです。引き続き、サンゴ水槽でよく使われている機材の紹介をしたいと思います。紹介するのはメインポンプです。オーバーフロー水槽での水の循環を担う重要な機材です。あとおまけ編は塩ビとホース配管について説明します。ここで紹介する機材は独断と偏見で選んでるよ。こんな良いのあるよ。ってところはコメントで教えてください。というわけで、サンゴ水槽システム紹介動画パート12を始めていきますよ。まずはポンプの種類と特徴について説明します。今回は漏がたくさん出てくるので一時停止推奨です。ポンプの動力は交流と直流があります。以前は交流だけでしたが最近は直流ポンプが出てきました。交流ポンプは使う電源の周波数によって流量が変わります。なので東日本と西日本で出力が変わるよ。直流ポンプはコントローラで出力を6段階や12段階ぐらい変更できたりします。しかも消費電力も少なかったりします。こんな量がたくさん出てくるので見方について説明します。消費電力は最大時が書いてあるよ。流量は要定0メートルの時を表示してるよ。これはポンプの性能曲線だよ。ここが要定0メートルの性能で毎時9000リットルだね。要定が上がるほど流量は減っていくよ。オーバーフロー水槽なら1メートルぐらいは持ち上げないといけないし、配管抵抗でさらに性能は落ちるよ。あと量の要定は限界値なので、本当にそこまで持ち上げると流量はほぼなくなるよ。では、交流ポンプから紹介していきます。エーハイム社のコンパクトポンプです。ラインナップはこんな感じ。コンパクトポンプはちょっとうるさいですが、そこそこ安いです。流量調整もできます。小型水槽の揚水ポンプとして使えるほか、海水対応なので水替えポンプとかにも便利です。しばらく使わないとインペラが回らないことがあるので注意しましょう。ホースが抜けやすいので、ホースバンドを使うかアロンアルファで接着が良いと思います。あと消費電力について実験してみたところ、配管抵抗が大きいほど消費電力が下がることが分かったよ。なので流量を下げるとその分省エネになるよ。メワ社の水中ポンプです。50Hz 用と 60Hz 用があるので買うとき注意してください。流量が同じなのは、インペラの大きさで調整されているのかも。これも正面のダイヤルで流量調整できるよ。ホース接続のほか、塩ビ接続もできます。次は水陸両用ポンプを紹介します。メワ社の水陸両用ポンプマキシジェットです。こちらも 50Hz 用と 60Hz 用があるので買うとき注意してください。流量調整はできませんが割と静かです。以前は250モデルがありましたが、今はないみたいです。500に250のインペラを使うと250相当の流量にできるようです。小型水槽の揚水ポンプのほか、昔は水流ポンプとしてよく使われていました。またバケツで人工海水を攪拌したり、水替え用に便利です。ゆっくりは250をゼオビットリアクターのポンプとして使ってるよ。あとサブ水槽の孫タンク300用の揚水2000を使ったりしていました。エーハイム社の水陸両用ポンプです。ラインナップは、低流量から高流量まで幅広いですね。両用ポンプですが基本的に水中に沈めた方が静かみたいです。リーフオクトパスのウォーターブラスターポンプです。アクアラバーズさんでよくメインポンプとして使用されています。静かで流量の割に省エネです。ポンプ寿命もそこそこ長いみたい。ホース接続と塩ビ接続どちらでも可能です。次は陸用ポンプを紹介します。レーシー社のマグネットポンプです。オーバーフロー水槽ではマグネットポンプがよく使われています。かなりポンプ寿命が長く、多少錆びたりイオン化しても使えたりします。インペラとモーターが完全に分かれていて水漏れしない仕組みになってるよ。でも流量の割には消費電力が多めです。
代わりに高トルクで配管抵抗が大きくても水を回せます。 50Hz と 60Hz 電源どちらでも使えますが、流量と消費電力ともにかなり違うので注意してください。 50Hz 地域の方はワンランク上のポンプを買った方が良いです。3層電気のマグネットポンプです。レーシー車のものより比較的音が小さめです。マグネットポンプは水没できないので散布に合わせて塩ビ用の配管を用意する必要があります。使うポンプに合わせて高さや太さをあらかじめ決めるので別のポンプに変えるときに困ることが多いです。次は直流ポンプを紹介します。ウェーブラインは RLSS 社の DC ポンプです。 DC ポンプの歴史はまだ短く、これは2012年に発売されたよ。消費電力の割に高出力で静か、コントローラで流量を変更できます。発売直後は6段階でしたが、今は12段階です。最大出力にするとそれなりにうるさいので、高出力モデルを半分以下ぐらいで使う方が良いと思います。ゆっくりも使っていましたが故障したので次のジェバオを使っています。ジェバオ社の DC ポンプです。ゆっくりが今使っているのはこのポンプです。特徴も性能もウェーブラインとほとんど同じだよ。でも流量調整は6段階、コントローラにはフィードモードがついていて、押すと10分間停止した後自動復帰します。クーラーとかは一緒に停止してくれないので使い道はあるのかな。個人輸入品はホース接続のみで、正規品は塩ビ接続ができるよ。ホースアダプタはこんな感じ。DC ポンプ全般に言えることですが、AC アダプタは結構大きいよ。置き場所確保に注意してね。ポンプが壊れた時のために、正規品の安心パックは予備のモーターブロックついてるよ。緊急時にすぐ交換できるので、安心パックモデルの方が良いかなと思います。ゆっくりも一度壊れたので交換したよ。インペラに汚れがつくと負荷が上がるので、たまに掃除すると寿命が伸びるかも。あと消費電力について実験してみたところ、配管抵抗が大きいと消費電力が少し上がるみたい。出力レベルごとの消費電力と流量はこんな感じです。スペックは毎時9000リットルですが、配管抵抗で最大でも毎時2000リットルになっています。水槽の高さが 1.5 メートルだと、流量は毎時6000リットルになるよ。ここから配管とクーラーの抵抗で、毎時2000リットルまで下がるよ。なお今は2段階目で使っていて、省エネかつ静かです。ポンプは24時間動かすから、消費電力は重要だよ。以前使っていたマグネットポンプと今使っている DC ポンプでは消費電力が4分の1。電気代は年間17,328円の差が出るよ。あとポンプ再開もゆっくりだから水槽に水が飛んだりしなくて済むよ。マグネットポンプだと、再開時から全力だからね。個人輸入でしか買えませんが、流量が少ないモデルについても紹介しておきます。ジェバオからジェイコットに名前を変えたみたい。小型水槽、各種リアクター、メディアリアクターに良いかも。流量が多いモデルはこんな感じ。いずれもホース接続のみなので、外れないように注意してね。日本ではまだ発売されていませんが、リープオクトパスのブエリエスです。フロートスイッチとかも付けられるようです。耐久性もそこそこ高いようなので期待していたりします。PRS の3フェーズ DC ポンプです。最近発売されました。20段階の出力調整ができるよ。DC ポンプが壊れる原因は、発熱のためであることが多いそうで、コントローラで放熱する仕組みになってるよ。以降のポンプも同じ機能があるよ。エコテックマリン社のベクトラです。エコテックマリン社は水流ポンプのボーテックや LED 照明のラジオンでも有名だよ。防水性が高く陸上でも使用できます。リーフリンクで水流ポンプや照明と合わせて統合制御したりできます。また停電が起きた時でもバッテリーで動かし続けたりとなかなか高機能です。なお APEX からの無線モジュール使った制御はうまくいかないみたい。アビズはドイツ製の DC ポンプです。非常に高価ですが、10年メーカー保証で寿命の長いパーツを使っているそうです。DC ポンプの中ではマグネットポンプに匹敵するぐらいの高トルクです。
それでいて恐ろしく静かです。省エネで寿命も長いなら、価格差を考えても長い目で見てお得かも。ただし40ミリホースでの配管はやや難しいので、ショップの方に相談してみてね。DC のマグネットポンプについて、製品そのものはあるようですがアクアリウム用途では見たことありません。残念。といった感じです。次は、ポンプの選び方について紹介します。いろいろとポンプを紹介しましたが、どれぐらいの強さのポンプを選べばよいか悩むと思いますので、オーバーフロー水槽の循環に使う時の目安となる計算の仕方を紹介します。再建になるけど、オーバーフロー水槽の仕組みはこんな感じだよ。ポンプからの水のため、水槽の水が散布に落ちて、ポンプが揚水してを繰り返すわけですが、水が1時間に何回循環するかを回転数って言うよ。システムごとの回転数の目安はこんな感じです。回転数が少なくてももちろん変えますが、ちゃんと循環させた方がより安全だよ。セオビットシステムは添加剤の効果を上げるために回転数を少なめにしているようです。デオライトがアンモニア吸着効果を持っているので回転数が少なくても問題ないよ。回転数が決まったら、それに水量をかけると必要な流量になるよ。そこから溶底と配管の抵抗を考えると必要な流量がざっくりわかります。マグネットポンプなら損失は 40% から 60% ぐらい、DC ポンプなら 60% から 80% ぐらいになるよ。それを考慮するとポンプ性能はこんな感じ。でも DC ポンプを 100% で使わないので、1.5 から2倍ぐらいのスペックを買うと良いと思います。なお、揚水で使わないなら損失はここまで高くならないよ。リアクターやスキマーのポンプなら、損失は 10% ぐらいだと思います。ポンプを買うとき、配管抵抗の正確な推定はかなり難しいです。配管の組み方、クーラーや殺菌等が入ると大きく変動します。DC ポンプは流量を減らしたり増やしたりしやすいので、想定と多少違っても柔軟に対応できるから便利ですね。大きい水槽だとポンプ一つでは流量足りないことがあるので、水槽を作るときに給水口を2つ用意してもらうと良いよ。これならそこそこのポンプ2つで流量を確保できるし、片方が壊れても循環が止まることはないからね。配管ないよって方には、ウェイ DC とかシースワールを取り付けるのも良いと思います。すでにオーバーフロー水槽を持っている方は、水槽に戻るところか、散布に落ちるところの流量を測定すればいいよ。ここでは2リットルのプラケースが1杯になるまでの時間で流量を測定しています。計算式はこんな感じ。なお回転数は水量で割れば算出できます。水槽の調子がいまいちという方は、一度確認してみると良いかも。もっと正確に知りたい方は、PRS からデジタル流量計が出ていますので、配管に組み込んでみてね。APEX も流量計測モジュールを開発中らしいです。といった感じです。次はおまけ編。塩ビとホース配管について説明します。でも長くなりすぎて入りきらなかったので、パートを分けました。おまけ編に続きます。